琴平山は、香川県西部に位置する山で、独立法としては、香川県本土で一番標高が高い。北側が大麻山、ボーカリン帯より南側を増等山とし、両方を含めた全体の山海を、琴平山と呼ぶ。別名、コンピラ山で、コンピラ山の場合は、琴平宮のことを言うので、山を表現する場合は、コンピラ山という。競技では、 琴平宮の上にあたる部分を琴平山という場合もある。大間山も含めた琴平山全体を蔵刀山として瀬戸内海国立公園名称天然記念物に指定されている。前通寺の境内から東山を見る琴平山の由来の一つはこの山の山頂部が平らで木々が風が吹くと琴の音を奏でることから来ている。また別の説として この山の佇まいが、琴のようであることや、大物主身が琴を好んだこととも言われている。全通寺から見ると東山が、屏風のようにそびえていることから全通寺を屏風が、裏が転じて、屏風裏となったとの説もある。古い溶岩大地が侵食されてできたメサ。登録を中田郡群琴平町が、再録を三戸吉が占める。琴平町行きの中原に琴平宮、 山頂付近に道宮の奥の宮が鎮座し、その直下からの道をさらに山頂へ向けて上り防火林帯を越えて頂上中央安部に到達すると小さい池があり中に竜王舎の祠がある。地下を香川用水が貫いている。前景。ありがとうございます。